ブエナスタルデス、アミゴス。どうも、PJLL のパハロンです。はい、どうもね、皆さん。今日もね、今日の動画収録これで4本目ですね。4本目なんですけど、今日はですね、ちょっとまあ、ファンクラブ会員ならではのお話をね、まあ、全部が全部語ることはできないんですけど、ファンクラブのお話の中のお話なんでね、あれなんですが、まあ実はですね、ファンクラブというものが新日本プロレスには存在しておりまして、年会費5000円だったかな、5500円だったかな、まあ、もしかしたら値上がりして6000円ぐらいになってるかもしれないですけど、年会費を払うとですね、ファンクラブ会員になれます。はい。でファンクラブ会員になると、ファンクラブ会員しか買えない限定グッズであったりとか、チケットのファンクラブ先行予約とか、まあ、そういったものがあるんですよ。はい。で、それで、ちょっとね、いい席を取りやすい。特にチケットに関して言うと、いい席を取りやすいというね、ものがというか、そういう特典がね、あるんですよ。はい。で、まあ、それの特典とはまた別に、ファンクラブの開放みたいなものが、開放雑誌みたいなものがね、届きます。はい。年4回ぐらいだったかな、届くような感じになってます。で、今回届いたのがこちらです。ででん。チーム NJPW ということでですね。オスプレイのね、今回ね、特集になっております。で、これはまあ、ファンクラブ会員限定のものなので、中身をね、全部見せたりすることはできないんですけど、なんとね、今回ですね、こちらの方でですね、このオスプレイの特集、そして、私の中ではですね、ストロングスタイル最後の希望リストというものを勝手に作って、自分の希望リストがあるんですけど、そこにですね、ヤングライオンの上村選手いるんですけど、この上村選手の特集も今回ね、あるんですよ。まあ、非常にですね、久々に読み応えのあるチーム NGPW だったなっていうですね、感じがあります。まあ、今までもね、結構、あるんですよ。今までもね。はい。今までも結構ありまして、こういうね、棚橋選手、はい、内藤選手、とかね。あ、懐かしいっすね。ケニー。ねえ、はい。で、ね、サードジェネレーションの4人っていうね。まあ、こういう解放誌っていうのが届くようになってます。はい。解放誌というのがね、届くようになってるね。内藤さんのスーツ姿とかね、あんま見れないんじゃないかななんて思いますけど。はい。いいですよね。はい。こういうのが届くようになっております。なので、結構ね、5000円とはいえ、結構、中身ね、しっかり、してるかなという感じでございます。で、そんな中、今回この、ね、オスプレイ特集があったんですけど、チラッと見るよ、チラッと。オフショット。はい。まあね、こういう。こういうのがね、あるんですよ。チラッと、ね。そういうオフショットがありますよ、ということでね。ってます。あとね、こう年賀状が届きますね。年賀状が。はい。ハッピーニューイヤー2019ということで。こう、年賀状が届きます。ファンクラブになるとね。今年も年賀状届くかな。うん。ということで。まあ、いろいろね、特集記事が組まれてまして、その中でですね、まあ一応その、オスプレイに対するインタビューがこうありましてね、まあインタビューでいろいろオスプレイは答えてたりとかするんですけど、まあオスプレイさんね、まあ全部言うことできませんので、まあ軽くお伝えしておくと、オスプレイさんね、まず日本食で言うとですね、蕎麦が苦手だそうです。蕎麦が苦手。らしいよ。で、あとね、クラブ通いが好きだそうです。クラブでダンスをするのが、好きな、そうです。はい。で、ダンサーとしてもなんかステージに上がったことがあるんだよ、みたいな。はい。話もしてましたね。で、あと、あんま言うとあれなんでね。はい。で、岡田和親だったりとか、ロッキー・ロメロだったりとか、まあ、ロビー・イーグルスがですね、こう、オスプレイに対する、はい、コメントね、出してたりする感じでございますね。うん、岡田さんよくオスプレイにクラブ行こうよって誘われるらしいです。
はい。で、あとは選手のオフショットの写真がいろいろね、出てきたりするんですけど、まあ注目は僕はね、やっぱね、まあオスプレイはもうね、十分もうトップ選手だし、ね、十分こういろんなことをね、知れ渡ってるし、まあオスプレイはもう最高の選手の一人だと、まあ思いますけど、やっぱね、今後の未来っていう、僕のね、好きなプロレスの今後の未来っていうとですね、やっぱ上村優也なんですよ。はい。で、なんかね、ヤングライオン物語って言ってですね、こうちょっとチラッて、ちょっとね、漫画がね、漫画チックに語られてまして、はい。で、ここでですね、まあ、例えば今、一緒にやってるね、辻陽太選手だったりとか、海野翔太選手だったりとか、まあ、以前一緒だったね、その成田蓮選手とかに対する、そのコメントをどんな風に見てたかとかですね、コメントが書いてあったりとかするんですよね。で、まあ、そのフロン、勘抜きスープレックスね、上村選手ってここ、ガッって抱えて、ガッってやる、勘抜きスープレックスを得意としてるわけなんですけど、その勘抜きスープレックスが、どういう経緯でできたのか、まあ、そういうのもね、書かれてるんです。はい。素晴らしいですね。うん、で、こうね、理想の試合スタイルは、うん、まあこの辺はいいかな。理想の試合スタイルはね、真田選手だそうです。はい。そして、理想の体型は、レスラー体型は武藤選手だそうです。はい。そしてですね、やっぱね、なんかね、これはヤングライオンらしいなって思ったんですけど、ジュニアのベルトを全部取ってから、ヘビーのベルトも全制覇して、グランドスラムを達成するのが夢だそうです。はい。非常にね、ヤングライオンらしいなと。で、将来の夢なんかも、ここでは語られております。はい。なのでですね、ぜひ皆さん、これはもう多分今入ってもらえるもんなんですかね。わかんないですけど、オスプレイファン、上村ファンにとっては今回のこのチーム NJPW はですね、非常に、素晴らしいものになっているということですね。で、あと、このチーム NJPW ではですね、そのファンの皆さんが撮った写真とかも、ここに送ると、この開放誌に載せてくれるみたいなんですよ、選ばれたものがね。今回、会員番号何番さんの作品とかね、そういうのも出てたりとかして、ね、なかなか、まあ、ファンの皆さんも楽しめる、ね、ものになっているのかなという感じでございます。ぜひ、こういう、ファンクラブに入るとね、こういう開放誌ももらえるので、その時その時で、好きなね、選手がこう、特集されたりとかすると、非常にファンとしても嬉しいのではということになりますので、まあ、特に今となってはこのケニー・オメガの、このね、ケニー・オメガのこのチーム NJPW とかは、非常にお得っていうか、価値ありますよね。いくらで買う？いくらで買う？みんなこれ。いや、売らないけど。まあでも僕がお金に困ったらね、どうなるかわからない。この見てよ、もう裏、こういう金、ちょっと可愛げのあるね、ケニーオメガとかが、こんなの出てますけど。はい。この時は、このね、オフショットめっちゃかっこいいわ。ケニーオメガのオフショットかっこいい。バルトクラブ、なるほどね。いいですね。このケニー、僕にもいいですね。はい。で、内藤さん、内藤さん、裏はこんな感じですね。虫眼鏡で目を大きくしているっていうですね。はい。内藤さんのオフショット、かっこいい。あれ、いつもと違う髪型だったりとか、しますね。もうなんか、エロ本読んでるおっさんみたいな感じになってますけど。はい。ということで、皆さんね、今回のね、チーム NJPW は、オスプレイのこともよく知れるインタビューでしたし、上村選手のこともよく知れる、2ページしかないんだけどね、よく知れるインタビューだったと思うので、今回のチーム NJPW は非常に秀逸だったので、ちょっとご紹介してみました。まあ、ご紹介してみましたって言っても、中身ね、全部読めないんで、あれなんですけど、よかったら皆さんもね、ファンクラブに入って、まあ、チケット、やっぱ会場に行く人にとってはね、チケット先行で取れるんで、まあ、非常にね、有意義なファンクラブだと思います。まあ、僕もね、来年までは、とりあえず来年分は更新しようかなとは思ってますけど、その後はもう新日本プロレスの興行組とか、
まあ、試合のね、中身次第かなというところで、まあ、来年まではとりあえずファンクラブ持ち続けますので、その先はちょっとわかんないです。まあ、ということでね、まあ、ぜひファンクラブ会員になると、こういうお得な特典もありますよということで、まあ、ぜひ皆さんよかったらファンクラブに入ってみてください。最後、見とくみんな、ね。はい、オスプレイ。ね、オスプレイ。はい。はい、ケニー。はい。そして、はい。エース、棚橋選手ね。そして、我らが内藤哲也ということで。はい。まあ、こういうね、お得な特典、ぜひね、ゲットしていただければなというふうに思います。まあ、この、今のチーム、このオスプレイのこの部分がね、どんなものが、今入ってもらえるのかどうかは、ぜひファンクラブ入る前に確認、メールで問い合わせとかしたりするといいんじゃないかなというふうに思います。なので、まあ、届いたらね、今後もこのチーム NGPW、今回のチーム NGPW はみたいな感じで、ね、あの動画は今後もね、あのファンクラブに入ってる間はお届けしようかなというふうに思いますので、はい、ぜひ皆さん、よかったらね、ファンクラブに入ってみてください。ね、今回、オスプレイだったりとかね、上村選手に対する期待のコメント、皆さんあるかと思いますので、ぜひコメント欄にそういうのを書いていただくといいかなというふうに思います。はい。ということで、チャンネル登録、高評価もお待ちしております。皆さんまた次回の動画でお会いしましょう。アースタルエゴ。アディオス。